高校生の皆さん、こんにちは。科学類の佐藤です。今回は科学類紹介の案内役を務めさせていただいています。今日はこれから仲間になるであろう皆さんに、科学類とはどんなところか、科学類では何を目指してどんな教育を行っているのか、そしてどのようにしたら科学類に入ることができるのかなどについて説明していきたいと思います。まず最初に、科学とはどういった学問であるかをお話しします。科学とは、化学物質がどのような性質を持ち、どのように変化するかを分子、原子、電子レベルで理解し、どのようにすればさまざまな化学物質を自在に作り出すことができるかを研究する学問です。つまり化学には、分子の構造と変化の法則を探求する側面と、その法則を応用して新しい物質を創造するという2つの側面があります。そしてこの2つの側面は相互に刺激し合いながら進んでいきます。皆さんは今高校で化学を学習していると思います。そこでは出来上がった体系を学習し、表面的説明をひたすら暗記するようなものではなかったでしょうか。一方、大学での化学はそれとは全く異なり、未知の現象を理解するための学習であります。そしてこのような学習を通して、科学的思考方法の習得を目指すものです。それでは、大学の科学にはどのような分野があるのでしょうか。まず大きく分けると、物質に関する理解を深める科学と、人類に対して貢献する科学があります。物質に関する理解を深める科学では、物質の多様性を追求する分野として、対象により無機化学、有機化学、生物化学という分野があります。また、化学の法則を見つける分野としては、物理化学、量子化学、計算化学があります。一方、人類に対して貢献する科学としては、有用な化合物の合成に関係する合成化学、触媒化学、材料化学や、地球における化学物質の循環を研究する環境化学、分析化学、さらには生態内の物質と反応に関係する生物化学、天然物化学や製薬化学という分野があります。筑波大学の化学類には、今紹介した研究分野のほとんどを含む13の研究室が設置されており、38名の教員が皆さんへの教育と研究を行っています。これは各学年の学生 1.3 人に1名の教員がついており、丁寧で充実した教育を受けられることを示しています。ここでいくつかの研究室を紹介いたします。例えば、無機化学研究室では、エネルギー問題解決の糸口になると期待される人工光合成の実現を目指しています。具体的な研究内容としては、ニッケル錯体を用いた二酸化炭素の一酸化炭素への光触媒的還元系、近赤外光による効率的な水素発生系の開発を行っています。また、生物有機化学の研究室では、有機化学の力で生物学や医学分野の謎を解き、利用するための研究を行っています。例えば、海洋動物ウミウシから新しい化学物質を発見し、さらに化学合成、生物活性研究などの制岩剤としての応用に関する研究を行っています。ここでは時間の関係で2つの研究室を簡単に紹介しましたが、全研究室のより詳しい研究室紹介を別冊の PDF で提供しています。今ご覧の大学説明会のサイトからダウンロードできますので、ぜひご覧ください。さあ、
このような研究を行う科学者を目指す皆さんは、科学類でどのような教育を受けられるのでしょうか。そのカリキュラムを簡単に紹介したいと思います。科学類ではまず入学して最初の年に基礎的な科学とともに理学系の授業科目、すなわち数学、物理学、生物学、地球科学を学習し、自然科学全般の基礎知識を習得します。さらに自然科学系の科目だけでなく、学問へのいざない、学識版科目、外国語、情報、体育、人文、芸術等の教養科目なども同時に学習し、幅広い視野から物事を考え実践する姿勢を寛容します。2年3年では科学の各分野を幅広く基礎から専門まで重点的に学習します。また科学・外書講読で英語論文を読む力を寛容します。実技である科学実験も準備されています。特に3年では毎週3日間の専門科学実験で実験技術を切磋琢磨していただきます。3年生は毎週3日間の午後すべてを使い、このような広い実験室で専門科学実験を行っています。強力な排気装置を備えたドラフトチャンバーも4人に1台の割合で準備されています。またここにあるように様々な測定装置がたくさん設置されています。どんな実験が行われているか、実際にその一端を覗いてみましょう。無機合成化学実験の一例を示します。錯体を作るための廃石をまずアルデヒドとジアミンから自分で合成し、その黄色の廃石と緑色の酢酸ニッケルを5分以上かけてゆっくりと混合します。その後析出した沈殿をろ過し、赤色のニッケル錯体結晶を得ています。このようにして合成した錯体の磁化率も測定し考察しています。有機化学実験では様々な反応を取り上げながら、いろいろな器具の使い方も学びます。まず反応物を電子天秤で漂流します。反応はオイルバスで加熱しながら進め、最後にロータリーエバポレーターを用いて不要な溶媒を除去します。また高度な分析機器を用いて生成物の分子構造も決定します。分析科学実験では皆さんおなじみの滴定実験も行います。また分光測定機器を用いて濃度を決定する方法や色の変化を評価する方法も学びます。さらに蛍光測定や放射科学分野の実験なども行い、分析科学実験の腕を磨きます。物理科学実験では例えば空気中の水蒸気や二酸化炭素、気体のジクロロエタンの赤外吸収を測定しています。赤外吸収は分子の振動と関係しており、量子科学の力を借りて計算することもできます。また光学顕微鏡を用いて水中の微粒子を観察すると、微粒子がブラウン運動をしていることが分かります。この運動を解析することによりアボガドロ定数を求めています。科学類4年の伊藤です。皆さん先ほど学生実験の動画をご覧になったと思います。科学類3年生では1年を通して分析科学、物理科学、無機化学、有機化学の4分野の実験を行います。実験、またその実験レポートの頻度が多いため辛いことも多いですが、綺麗な結晶を合成したり、様々な測定を通して教科書に載っているような綺麗なゼアグラフが得られるので、とても楽しく嬉しいものです。ぜひ科学類に来て、そのような授業では得られない実験を通して得られる科学の楽しさについて触れてほしいと思います。ぜひ科学類に来てみてください。いよいよ4年生になると研究室に配属されて1年間卒業研究に取り組みます。ここでは誰も答えを知らない研究を経験し、その成果を2月末に卒業研究発表会で発表します。卒業研究発表会が終わった頃は皆さん見違えるほど成長しています。これまで示したような教育を受け、
目標に向かい努力を続けてきた学生は、次のような知識と能力を得ているはずです。自然科学の基礎的な知識と科学的な思考法を身につけ、物質を分子、原子、電子、化学結合レベルで理解できる。自然界における普遍的な法則と未知物質、未知現象の探求、機能性物質の創生と材料開発、環境問題やエネルギー問題の解決、生命現象の解明に関する科学的基礎知識を持っている。これらの知識と理解に裏打ちされた柔軟な思考力と国際的に活躍できる能力を持ち、他人と協調して科学に関する問題を解決できる。科学類ではこのようなことを身につけた学生に学士、理学の学位を授与しています。科学類4年の笠原です。私は現在有機化学の研究室で卒業研究を行っています。研究室では3年の学生実験とは異なり、個人に別々のテーマが与えられるので、自分で考えて実験を組み立てることができます。今はまだわからないことだらけですが、毎日先生や先輩方に教わりながら、少しずつ自分でできることを増やしていけるのはとても楽しいです。今後は大学院に進学し、将来研究者として活躍するため、知識や技術を磨いていきたいと考えています。科学が好きな皆さん、科学を学ぶ学生にとって筑波大学はうってつけの環境です。ぜひ科学類に入って科学の面白さを味わってみてください。さて、科学類の卒業生はここに示しますように約 80% が大学院修士課程に進学しています。また公務員、教員、企業等に就職する卒業生もいます。大学院修了後は科学関連企業や公的機関に就職し、博士後期課程に進学する学生もいます。大学院修了者も含む就職先はこのようにさまざまな企業や学校教員、教育、研究機関、官庁、自治体、独法など多岐にわたっています。科学類では科学に関して全分野の基礎を教育しており、そのため化学物質、材料を扱うさまざまな企業等に就職しています。どの分野に就職してもその分野に対応できる基礎力がありますので、さらに自分で勉強を進め、さまざまな分野で活躍できています。また化学類で所定の単位を習得すれば、中学校、高等学校教諭一種、理科の教員免許が得られます。また化学類卒業生は危険物取扱者の受験資格を得ることができますし、申請すれば毒物・劇物取扱責任者の資格も取得できます。皆さんこんにちは、化学類長の市川と申します。ここまで筑波大学理工学群化学類の説明をしてまいりました。お分かりのように化学類には教育と研究の素晴らしい環境が整っています。私たちは化学類で追い求めているのはサイエンスです。これはテクノロジーの源となるものです。皆さん、サイエンスとしての科学を一緒に極めてみませんか。皆さんと一緒にトップレベルの研究ができる日を楽しみにしています。